ナコーオンパトム駅は、太陽国中部ナコーオンパトム県ムアンナコーオンパトム、郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。ナコーオンパトム駅は、太陽国中部のナコーオンパトム県の県庁所在地で、人口27万人が暮らす、ムアンナコーオンパトム郡にある。町の中心部に位置するため、利便性が良い。クルンテープ駅より、普通列車利用で、 1> 約1時間30分程度であり、その運賃は14バーツである。1903年6月19日に、東駅付近を含む大国鉄南本線第1期工事区間であるトンブリーペッチャブリー管が開通した。1994年から2004年にかけて行われた大国鉄主要幹線の改良工事では、南本線、 万数駅当駅間の複線化が実施された。この際、同時に当駅までが自動信号化されている。駅本屋前の片面ホームと島式ホーム各一面を有する地上駅である。構内には上下本線各一本があるほか、本線の外側に貨物側線がある。副本線と貨物側線の間には信号告書が立っている。また、当駅は、 万数分岐駅から続く CTC による自動信号方式と当駅南にチュムポン駅まで続く連鎖閉塞方式の境界をなしており、当駅の正方には信号境界のための待機側線が設けられている。プラパトムチェディ。ありがとうございます。